皆さん、心房細動という病気をご存知でしょうか？今日はですね、心房細動についてのお話です。結構真面目な話になるので、全部ここに目次を書きました。流れとしましては、心房細動とは、そして放置するとどうなるか。心房細動を放置すると結構危ない病気が多いです。それを理解すると、あ、なるほどと、これはきちんと治療しなきゃいけないなという話になります。治療するぜっていう話の前にどうしてそうなってしまうのかって分かると、それの治療法が分かるよと、まあこういう流れで今日はお話しさせていただきたいと思います。ちょっとね、教科書とかあと心房細動についてのなんかパンフレットとかそういうのに書いてある話とはちょっと違います。ドクター橋流で少しハイレベルな話になります。普段僕が医学生とか研修さんに教えたりとかしてるのをよりね、一般の方に分かりやすく、お話しできればと思います。それでは早速行ってみましょう。はじめに心房細動って何かってお話をさせていただきたいと思います。皆さん、心房細動ってどういう病気かご存知ですか？知らない方もいると思いますので、文字とか絵にして書いていきましょう。でですね、僕の動画ではですね、専門用語できるだけ多く使おうと思っています。これは何でかっていうと、皆さんに専門用語に慣れていただいてですね、どんどん医学のレベルをガンガン上げてもらいたいという狙いがあります。心房細動ですね、ちょっと漢字を書いてみましょう。心房細動とか難しい言葉が出てきたら、医学の世界はですね、分解して考える、バラして考えると分かりやすかったりします。心房細動、ちょっと感情をバラして考えてみましょう。心房ですね、皆さんこれ心房細動ってあるじゃないですか。ちょっとバラしてみますよ。心房細動、これどういうことかというと、心房っていう場所が細かく動いちゃうよ、まあそういう話ですね。これ見ると分かると思うんですけど、心房ってじゃあなんだよっていう話になるじゃないですか。さて皆さん、心房って何かご存知ですか？さらに絵描いていきましょう。心臓であることを認めていただいて、心臓っていくつの部屋に分かれてるとかって聞いたことありますか？はあ、ありがとうございます。はい、4つの部屋に分かれてるんですね。で、4つの部屋に分かれてるんですけど、これ、それぞれ名前をつけます。右心房、そして右心室、そしてこっちは左心房、そして左心室ですね。これで右心房、右心室、左心房、左心室と、まあこういう感じで心臓の部屋が分かれてます。で、これまたちょっと後で細かく説明するんですけど、この右心房、右側にある心房だよって言って右心房って言います。で、こっちは左側にある心房だよって言って左心房って言います。この2つの右心房、左心房を合わせて、はい、これ心房って言うんですね。じゃあ逆にこっちの右心室と左心室を合わせて、はい、ありがとうございます、心室ですね。今回の話はこの心房細動です。なので心房が細かく動くよ、つまりこの中でどこが細かく動くかっていうと、はい、そうですね、ありがとうございます、ここですね。この右心房、左心房がピピピピピってこう細かく動いちゃうよという話になります。細かく動くって言ってるけど、もともとどうやって動いてんだっけ、そういう風に考えていただいた方はですね、さすがです。これですね、実は心臓ってどういう風にもともと動いてるかっていうと、ギュッ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 ってこういう感じで動いてたりするんですね。そうするとどうなるかっていうと、もう一回心臓に書きました。この心臓、あれちょっとなんか穴開いてねみたいな、おめえの心臓大丈夫かみたいな。心臓の役割を皆さんご存知ですか？心臓は全身に、あ、そうですね、血液を送るのが仕事ですよね。なのでギュッとやって、これ血液を送るわけですよ。このギュッとやったところから、こう血管があって、よいしょよいしょ、全身の血管があって、それで血液をギュッて送ると、血液がギュッと流れて、そして心臓がまたその後にグッと広がると、これ血液がこっちに戻ってきて、こういう仕組みになってるわけですね。全身に血液を流す、その中心にあるのが、はい、そうですね、心臓ってやつなんですね。なので心臓は血液をこういう風に流して、こういう風に流す、これが心臓の仕組みなんですね。で、この絵を詳しく描いたのがこれになるわけですね。つまりこれ全身にこれ血液が流れていって、そしてまた全身から血液が入ってきて、こうやって血液が流れてるよ、心臓が中心なんだよ、これがこの図なわけなんです。ちょっと血管1本しかつながってないじゃんって思う方もいるかもしれないですけど、全部つなぎ合わせたら大体こんなイメージなんですね。なのでこれよく僕研修とか医学生さんによく使う絵なんですけど、これすごく喜ばれるんで、皆さんこういうイメージをちょっと思ってもらえればと思います。そして今回の話は心房細動です。心房細動はどこがピク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 ってしてしまうかっていうと、はい、ここですね、心房の部分がピクピクしてしまうよと。本来の流れはギュッ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 なんだけど、ここがブブブブギュッブブギュッってこういう風になってしまうのが、これ心房細動ってやつですね。なのでこれ心房細動とは、心房の部分がギュッギュッってなってしまうよと。
どうでしょうかね、このニュアンス伝わりますでしょうか。なかなかね、この本とか文字とかだとこのニュアンスっていうのがすごい伝えづらいんですけど、このニュアンスが伝えられるっていうのがこの動画の良さだと思うんで、皆さんね、ぜひこの下のところに赤いチャンネル登録ってボタンがあると思うんですけど、そこを押していただければですね、僕の動画流れてきやすくなります。いい動画だなと思ったら高評価のボタンもぜひよろしくお願いします。さて、この心房の部分がピクピクってなってしまうよっていうお話をしました。痛い、またさて、皆さんどういう症状が起きると思いますか。はい、そうですね、これ心房がピク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 って動くと、もしかするとこれきちんと血液が体中に流れないんじゃないか、そう思った方いると思うんですよね。そうなんですよ、これ心房細動の症状はですね、例えば体中に血液がきちんと流れてないな、なんか変な感じがするなって、この心臓の違和感ってやつですね、胸部不快感って言うんですけど、胸部不快感だったりとか、あとはですね、だるさ、なんか体中にうまく血液が回ってない感じがするなって、このだるさだったりとか、全身倦怠感っていう言い方をします。他にもですね、本当にきちんと血液が流れなかったり、例えば脳に行く血液がうまく流れなかったりとかすると、これどうしてしまうかっていうと、ちょっとめまいになってしまったり、下手するとですね、これ失神って言って意識がボーンと落ちてしまったりとか、まあそういう症状にもつながります。他にもやっぱり体中に血液が回らないと、こういう感じになっちゃうですね、これが息切れっていう症状です。この心房細動っていうのは心臓の動きが変わってしまうようなものなので、本当に全身に影響が出てきちゃうんですね。いろんな症状の可能性があります。皆さんにはですね、この症状が出たらこの病気っていうふうに覚えたくなるところはあると思うんですけど、医学の世界っていうのはきちんと1対1になっているようなものじゃなくてですね、本当にこのニュアンスだったりとか、まあ心臓の病気だからこうだよねみたいな、そのなんて言うんだろう、なんか伝わりますかね、そういうのだったりするんですよね。もうさて、ここまで症状のお話と、心房細動と症状のお話をさせていただきました。続きまして、これ放置するとどうなるの、本当に患者さんがよくいただく質問ですね。放置するとどうなるの、そういうお話です。心房細動放置するとどうなるのか、心房細動放置するとどうなるのか、皆さん多分さっきの話聞いてですね、心房細動つったって、まあ一応動いちゃいるんでしょ、血液一応流れちゃいるんでしょ、健康診断で引っかかってくれたからいいじゃないって思う方も多分いると思うんですよ。これですね、放置するとどうなるのか、ちょっとさっきの話の流れから考えてみましょう。心房がピク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 ってするよと、それで血液の流れが悪くなるよっていう話をしました。もし放置するとこの心臓ずっとピクピクピクです。さて、ピクピクピク続くと何かに負担がかかりそうな気しませんか。何かに負担がかかります。何でしょうか。はい、そうですね、もう心臓自体が実は一番負担かかるのイメージ湧きますか。心臓がピク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 ってなってて、血液をこううまく回せないよって話しました。そうしたら本当に体中に血液回すために一番頑張んなきゃいけないのは自分自身、心臓だったりしちゃうんですね。なのでピクピクピク、あ、いつもならちゃんと遅れてんのにもっと頑張んなきゃいけないよってこうなってくる、そういうイメージわかりますか。心臓自体が頑張んなきゃいけなくなっちゃうんですね。これをなんていう病気かっていうと、はい、心不全っていうんですね。心不全、本当にいろんなところで多分聞かれたことあると思うんですけど、この心不全って意外に皆さんイメージが湧きづらいんじゃないかなと思います。心不全ちょっと読んでみましょう。心臓が不全、まあまんまなんですけどすいません、心臓が、うまく動かないよって書いて心不全っていう言葉になります。なので心臓がうまく動かないイコール心臓が疲れてるっていうことなんですね。そういう話ですね。なので言葉としては心房が細かくピクピクピクって動く、心房細動が心臓を疲れさせてしまう、心不全につながるよ、まあそういう話になるわけですね。さあ皆さんどうでしょうか。ちょっとずつイメージが湧くようになってきたんじゃないでしょうか。ちなみにこういうふうにこれがこうなってこうなるよっていう話はですね、病態整理という学問になります。これも分解して考えましょう。病気の状態、そして整理っていうのはですね、これ仕組みです。理科の理なんで、生物の理科と書いてこれ仕組みですね。なので病気の状態や仕組みを理解しましょう、まあそういう話になります。でですね、放置するとどうなるのか、もう一つポイントがあります。さっき心臓の絵描きましたね。ちなみにこれは心臓を細かく見てみるとどうなるっていう解剖学っていう学問になります。この心臓ちょっとまだ描いてない図があるのでちょっと描かせてください。実はですね、心臓の中には4つの何かがあります。皆さんご存知ですか。はい、ありがとうございます。弁っていうのがあるんですね。まあ医療従事者の方、医療系の学生さんはですね、皆さん頑張ってこの弁それぞれの名前全部覚えてもらいたいと思うんですけど、さらっと言うとこっちが三尖弁、肺動脈弁、僧帽弁、そして大動脈弁、まあこういうふうに弁がそれぞれあるわけですね。これがそもそも何をしているのか、それもちょっと皆さんにはですね、すっごいハイレベルなんですけど、理解してもらえるとまた心臓の話ね、詳しくなるんでね、考えてもらいたいと思います。血液がこういうふうに流れるよって話をしました。なんでこんなところに弁があるんですかね。どうしてあるでしょうか。これ、答えられた方めちゃくちゃすごいです。これで血液ちょっと流してみましょう。
血液が右心房に入ってきて、それが右心室に入っていって、そしてこの後実は肺に行くんですけど、肺に行って、そしてまた肺から戻ってきて、そして今度また左心室に入って、そして大動脈っていって体中全身流れるよ、まあ要は流れとしてはこういう風に流れていくよっていう話なんですけど、これ血液流す時にはギュッとこう収縮して潰して血液を送るわけですよ。なんでギュッとして、それで血液がギュッと流れる、でその後にギュッとして、これ血液全身に肺にこうやって流したりとか全身流したりとかするわけなんですけど、ここがギュッとした時に血液こっちだけに行ってくれりゃいいんですけど、もしこの弁がなかったらこれどうなっちゃうかというと、はい、血液こうやって戻ってっちゃいますよね。この血液が戻っていかないようにするためにここに弁があって、こいつがギュッと収縮してくれたらこっち来て、でこいつがギュッと収縮してくれたらこの弁にぶつかるから戻らないでこっちに行ってくれるよ、こういう仕組みになってるわけなんですね。なんで弁っていうのは逆流防止なんですね。逆棒なわけですよ。なのでこれ心臓には全部で何個の弁があるかというと、はい、ありがとうございます、4つの弁があるわけですね。でですよ、これもし心房細動を放置するとどうなるか、弁の動きどうなると思いますか皆さん。はい、すっごい難しいんですけど、この弁もブル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 しちゃうんですね。弁ブルするとどうなるかっていうと、これ血液が流れてきて、それでこの弁ブルのせいでこいつが血液くる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 ってこうやって回っちゃうんですね。くる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 って、で血液くるくるしちゃうとこれどうなるかっていうと、血っていうのはですねちょっと不思議な性質があります。水とは違います。どんな性質ですか皆さん、ご存知ですか。はい、ありがとうございます。やっぱり血液ってなんか固まりません？固まる性質があるんですね。なのでこれをブルブルでこれ乱流しちゃうと、血液がこうやってキシュッてなっちゃって、それで血が固まってしまうんですね。これでできた固まったものをなんていうか、血で固まったものと書いて、はい、血栓っていうんですね。さて皆さん、ここからいつも通りの心臓をやってみましょう。ギュン、出来上がった血栓がブンドンダンということで、この血栓が体中に行ってしまうという話になるわけなんです。体中に血栓が行ってしまうと、特に行かないでほしい場所、皆さんご存知ですか。はい、そうですね、これ心臓からバン、血栓が脳に行っちゃうとやばいんですね。ちょっとこの図でも書いておきましょうか。ここでベンブルして血栓がボンといったら、これどっかで詰まっちゃうよと、そういう話ですね。そしてこれ脳に行って、脳で詰まっちゃうと、これ脳です。この脳にですね心臓があって、そこから血液がビューッとこう流れていくわけですよ。この心臓から血液が流れるだけならまだいいんですけど、そこに血栓、この血栓がビューッとこうやって飛んでっちゃったりとかした時には、こういうところでピッとこう詰まっちゃって、そしてこの先に血液が流れなくなってしまうということなので、この先がダメになっちゃうよと。これをなんていう病気か皆さんご存知ですか。はい、ありがとうございます。これ脳梗塞っていうんですね。ちょっと難しい漢字また出てきたので、専門用語出てきたのでちょっと分解しましょう。脳がまあ塞がって詰まってしまうよと。こうってどういう意味なんですかね。そう言われてみれば知らなかった、すごい。このこうっていう字、あ、もしかしたら見てくれてる方、知ってる方いるかもしれないですけど、こうってこれおおむねとか大体とかそういう意味があるんですって。でもう一つが塞ぐって意味があるんですって。だから塞ぐって こういう風に大体みたいなイメージじゃないですか。だからこれ大体ってイメージがあって、これ大体塞ぐよみたいな、でこれ塞ぐ塞ぐって書いてあると。なので脳の血管がやっぱり塞がっちゃうよって意味で、これ脳梗塞っていうあれなんですね。でこれちょっと別名があってですね、心臓から来てるよっていうことで心原性脳塞栓っていうんですね。これ何かっていうと、心臓が原因で脳が詰まっちゃったよって線でねって。脳梗塞って実はいろんな種類があったりします。こういう風にちょんちょんちょんって、こういう風に高血圧でちっちゃい血管が傷ついちゃったり、それで詰まっちゃったりするのを楽な梗塞って言ったりとかですね。その中でも特に今回心臓からピュッと行ってる場合には心原性脳塞栓っていう風に、もうちょっと細かい言葉で言おうねみたいな医療界のあれがあったりするんですね。さて皆さんどうでしょうか、ここら辺までついてこれますでしょうか。もうめちゃくちゃ難しい話を今日しています。難しいなと思った方もですね、ちょっと頑張ってニュアンスだけ伝わってもらえればすごい嬉しいなと思います。ここまでで勉強になったよって方はですね、この下の赤いチャンネル登録というボタンをお願いいたします。そうすると普段から健康情報に触れやすくなります。そしていい動画だなと思ったら高評価のボタンもお願いしますね。心房細動の原因は、なんで心臓がピク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 、心房の部分がピク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 してしまう、ピクピクしてしまう、あ、心臓が血液を全身に回さなきゃいけない、その時にバーンってやっただけだったら血液流れた後に帰ってこなかったりしますね。心臓がドク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 
ッとってやるからこそこう絞り出されていく感じでこう血液が流れていくわけなんですよ。規則正しくプププププってこう流れるためには皆さんどうしなきゃいけないか分かりますか？はい、これどういうことかっていうとですね、ちょっともう一回この心臓ね、書きます。もう一回心臓書きました。で、心臓がまあ4つの部屋に分かれてて、で血液をこうギュ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 ッとしなきゃいけないって言ったんですけど、これ心臓って実はこうやってぶっちぎってちぎってみると腕の筋肉と同じようなもんだったりするんですね。なのでこれ心筋細胞とかっていう言い方をするんですけど、じゃあ心臓って筋肉じゃんって、あ、そういうことねって、筋肉だから収縮できるのねみたいな、そういうふうにつながってくれるとすごい嬉しいんですけど、ちなみにこれは組織学っていう学問ですね。この心筋細胞ですね、この筋肉がギュギュッとこう収縮してくれるためには何かが流れなきゃいけません。何が流れるか皆さんご存知ですか？はい、ありがとうございます。これ電気が流れるんですね。電気、緑で書きましょう。よいしょ、書く流れ見ました？ちょ、もう一回いきますよ。わかりました？今のこの流れどういうことかというと、こいつが電気がヒュッと流れた時にこいつが筋肉がパチッとこう馬に鞭打つような、なんかそういうイメージです。筋肉に鞭打つとギュッてこう電気が流れるとこの心房の部分がギュッとなるわけですよ。そしてさらに電気がビュッと流れるとこの心室の部分がギュッと流れる、ギュッとギュッと収縮する。そうすると血液がうまい具合にこう入ったのがギュッてなった瞬間に血液がギュッとこっちに流れていって、そしてギュッとなったら血液がまた流れていって、おおすごいじゃんって、そういう仕組みになってるんですね。なので心臓が血液を送れるのは誰のおかげかっていうと、そうなんです、この緑、電気のおかげなんですね。さあここまで分かればすごいです。ちなみにですね、この電気ですね、この流れるというか、まあ伝わっていくですね、あ、伝わっていく、これもニュアンス超大事なんですよ。電気がこう伝わっていく時にこれいっちゃん初めにこいつが頑張ってくれて、それでピューってこう電気の流れが伝わっていくわけなんですけど、心房細動、これですね、なぜかここら辺でこっちに行っちゃったり、こっちに行っちゃったり、こっちに行っちゃったり、なんかちょっと電気が変なところに伝わっちゃう、そんな感じなんですよ。変なところに電気が伝わっちゃうと、これ心房がっていう風になっちゃうよ。これが心房細動の原因なんですね。さて、じゃあ治療はっていう話になります。皆さん治療なんだと思いますか？想像しながら聞いてくださいね。心房細動の治療、心房細動の治療はズバリ、電気の無駄な流れをなくしてあげるお薬を使うこと、これがまず一つの治療です。まず心房細動は電気がビリビリビリってこういろんなところに行っちゃうから、それを止められるお薬、抗不整脈薬というものがあります。それを使って不整脈を止めるよう、これがまず一つの方法です。そしてもう一つ、これもすごく最近は進められている治療で、すごく治療率も上がってきている、ちょっと難しい手術になるんですけど、もう一つが電気で焼く治療、これがカテーテルアブレーションっていうものになります。アブレーション、ちょっとやってみましょうか。アブレーションはですね、これこの周りのところとかこの周りのところとかをですねビリビリって焼くんですね。焼くとこれこういう風になります。でこういう風になるとここが絶縁になってですね、これ何かっていうと電気が流れづらくなるわけなんですよ。で電気が流れづらくなったらきちんとこっちに向かって流れてくれるよね。でちょっと待ってよ、なんか怖いんだけど、アブレーションって聞くとって焼くのみたいな感じになると思うんですけど、僕もそういう風に思ってたところはあります、昔。けどやってみて分かります。あと論文読みまくってみて分かります。実はそれで予後が全然違うよって、これ何かっていうと統計学っていう話になるんですけど、心房細動の治療でカテーテルアブレーションをした例としてない例では、した例の方がその後の心房細動の再発率、そして心不全の発症率まで低いよという論文がしっかりたくさんエビデンスがあるんですね。なのでドクターたちはみんな、あ、じゃあアブレーションやろうかっていうふうに話したりするよと。この動画見てくれてる方でおそらくアブレーションを勧められて本当に嫌だなって思ってる方いると思うんですけど、こういう流れで、心房細動を理解できると、あ、だからアブレーションを勧められてるんだ、だから抗不整脈薬で勧められてるんだ、こういうのが分かったりするわけですね。で人間って分からないことが怖かったりするんですよ。これって何かっていうと、はっきり何かが分かった時に人間って安心できる。なので心房細動とかもそうなんですけど、他の病気もそうなんですけど、自分の病気だったり症状だったりいろんなリスクだったり、そういうのが把握できると正しく恐れることができるという話になります。そして正しく前向きに治療することができるということになります。皆さんでですね、ぜひ僕の動画活用して勉強していただければと思います。いい動画だなと思ったら高評価のボタンと、もしよければまだの方はこの赤いチャンネル登録というボタンをどうぞよろしくお願いします。以上、ドクターハッシーでした。ありがとうございます。書きました。皆さんスクショ取れましたか？例えばこれだったりとかね、スクショこれだったりとか、
はい、もうね、いろんな絵描きましたけど、どうですかね、皆さん心臓のイメージ湧きましたか？で、文字で勉強したいって方もいると思いますので、ぜひここら辺お手に取ってみてください。ぜひね、お手に取ってみてもらいたいと思います。コメントの一番上のところにですね、リンク貼ってあります。ぜひ皆さん、お手に取っていただいて、こんなところまで見てくれてありがとうございます。いろいろね、不整脈の動画他にも出してますので、ドクターハッシー不整脈とかこう検索していただくとですね、いろいろ出てくると思います。よろしくお願いします。こんなところまで見てくれてありがとうございます。じゃねー。